始めたいと思います。さあ第2試合スタートです。さあ始まりました。さあこの立ち上がりがね大事ですけれども、さあキックいいですよ。先ほどのようにねキックオフゴールが見れると、ね、ちょっと期待してそうですね。やっぱりちょっとまだキック力の方が、ねはい、小型なんでね。でもこれ両チームとも小型だからこその、はい、俊敏性機敏性がありますよね。そうですね。神谷先生これどういった目で見たらいいですかね両チーム、ね、はい、どっちもスピード重視なんですけど、はい、スピード重視、スピードスターズの方が若干やっぱ上回ってる。なるほど、機動力があるという。速いですよね。速い速い、ね、あと倒れた。意外とパワー系でもあるんですね、やっぱり。そう、ゼロ君立って。そう、ゼロ君今チャンスですよちょっとドイツ大会の試合後の中田選手みたいになってますよ。立ち上がってください。全体を決めるんですか ね、じゃあやめてください。立って立って、前線に蹴ろう。前へ前へ。さあ混戦状態で、あ、タッチラインに乗るか。ライン際駆け上がって、どちらか行け。広くという声が。さあスロイ、どちらの、さあどっちボールでしょうか。青ですね。さあアナイスキックイン。やっぱり両選手とも小柄ですけども、はいはい、アスロインですね。でもこれ本当にいいチームの均衡具合ですね。なんか均衡してる気がしますよね、はい、こちらの試合面白い試合になると思います。体格差もそんなにないですからね、やっぱ。さあ入りました、オンライン。さあライン上ですよ。さあ、ああいいですよ、いいですよ。ナイス、中に入れました。お、チャンス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 ですよ。バットブリッジチャンス。戻りも早いですよね。早いんですよね、どちらも。これ本当に今のところ立ち上がり互角ですね、はい、結構いい試合です。おいけいけいけ、早いですよ。見ました、シュート、シュート、シュート、見えるか。シュート、ナイスキーパー。ナイスシュートに、ナイスキーパー。いやー、これは素晴らしい。もうナイス、ナイスキー、ナイスキー。押し込める。ダースが2号が。お、何ですか。キーパーチャージ。レフリーここで厳しい。キーパーチャージですよ。なるほど。ちょっとラフプレーだったんですね。そうですね。さあキーパーのスローインから再開です。さあ、アズサ2号からの。あ、いいですよ。あ、お、お、お、シュート。ナイスキーパー。ナイスキーパー見せてくれますね。さあキーパー前線に蹴って。はい、もう大丈夫ですよ。ナイスキー。すごいですね、相手がシュートしてくるのを待っていましたね。前に行ければいいのに。さあスローインからですよ。あ、キック。ナイス。さあ止めて、止めて、立ち上がれ。からの、いけいけ、からの、からの、相手チーム、相手チーム。さあ、さあ動きがあるか。あ、これはあ、いいですよ。シュート、チャンス、何かがありそうだ。ナイスシュート。いいところ狙いましたけどね。はい、ストライカーのね、素晴らしいシュートでしたけども、いいシュート見れましたけども、ちょっとだんだんと若干スピードスターズがいいシュート増えてきましたね、はい、そうですね、試合運びが上手くなってきましたね。さあ RFC のシュート打ちましょう。シュート、キーパー出てる、キーパーが出てる、ゴールが入ってますよ。チャンスだよ今。チャンス、チャンス、 RFC チャンスよ。お互いキーパーを上げてきましたよ。すごい、シュート、シュート、ここで、ここで RFC シュート、シュート、いいよ、いいよ、チャンスだよ。ああ、めちゃくちゃ大丈夫か、これ大丈夫か。伊藤さん、絶対にめちゃくちゃとは言わないでください。いろんなところでこけてます。そうですね。さあシュート、チャンスですよ。キーパーいないよ。シュート、シュート。さあ逆襲、逆襲、スピードスターズ、カウンターに持ってきたい。もらいに行って、もらいに行って、ボールもらいに行って。ああ、ここで前半終了。いい試合じゃないですかね。0対0です。いい試合ですね。めちゃくちゃ白熱しましたね。これもう今のところ伊藤さん、これ互角じゃないですか、はい、今のところ本当互角です。そうですね、やっぱいいシュートもいいセーブもどっちも見えてますもん ね、一進一退の攻防が難しい。神谷さん、今の試合前半どうでした。あ、なんか最も持ち味の出た試合でしたね。そうですよね、お互いの俊敏性が発揮された試合で、はい、そうですね、ね、シュート数は若干スピードスタンスの方が多かったかもしれませんけども、はい、RFC の好セーブが、まあ、こういったね、得点が入る試合も面白いですけどね、やっぱこうゲームが、ね、均衡する試合も楽しいですね。さあ、そうしましたら
はい、RFC からのキックオフですね、はい、さあ後半スタートです。 RFC の綾波レイということです、ね、はい、そうですね、ロボット操縦してますから、はい、さあ始まりました。ナイスカット。さあスピードスターズ、さあどちらが主導権を握るかですね。立ち上がり、お、浅葉ちゃん、いいですよ、いいボール運びです。浅葉ちゃん、さあここから、あ、あ、チャンス、チャンス、チャンス、大チャンス。さあストライカー、ストライカーが行くのか、サーダが行くのか、サーダが行くのか、サーダが行くのか、ループシュート外れました。いいシュートだったですけどね、いいシュート続くな、さっきから、はい、やっぱアズサ2号のポジショニングが良かったんでしょうね。アズサ2号のね、はい、ポジショニングが、さあサーダが、サーダがチャンスを生かせず、さあライン際まだ出てないですよ。お、さあどちらがボールを持つか、はい、あーっと、今当たって出たんで当てて出しましたね。そうですね、高等技術のプレースピードスターのボール。さあスローいった、ロングスローか、ロングスロー、本格的にいけ、おお、これはレフェリー、あの、これはダメなんです。なるほど、ノーカウントということで、惜しい、サッカー的にもダメです。だいぶ盛り上がりましたけども、なるほど、スローインからの直接はゴールにはならないということで、ゴールキックということですね。そうですね、でもチャンスですよ。さあ、ナイスカット、ストライカーここからナイスカット、サーガも前線で待っていますけども、いけるか、どうだ、ディフェンス、どうだ、ディフェンス足りてますから守りましょう。シュート、シュート、さあどうだ、微調整難しそうですね。ここからの調整がね、難しいですね。アサちゃんも頑張ってね、はい、頑張れ頑張れ。さあライン際、はい、じゃあどちらか中に入れましょう。ファイティング、アサハちゃんナイスブロック、アサちゃんいいですよ。さあもらいたいですね、味方の選手。さあストライカーが詰めてますよ、詰めてますよ、ストライカー、ストライカー。さあキーパーもだいぶ、これ川口選手まで上がってますね。さあさあ大きく蹴って、はい、あっとチャンス、これも時間的に多分いけるいける、1点取った方が勝ちですよ。さあ残り1分50秒ですから、1分50秒、はい、ゴールキックです。さあ、あ、レフリー、レフリー許さないぞ、許さないぞレフリー。引き間さん、さてはロボットだな、引き間ロボットだ今。さあキック、まだ出てないですよ。さあ立ち台に割ってないですよ。ああ、終わりました。さあここからチャンスですよ。セットプレー大事にしたいですね、 RFC。 さあみんな上がってきてるんじゃないですか。ロングスローじゃなくキックですね。キック、ナイスパス、チャンス、チャンス。戻りも早いです。いや早いです ね、 ですね、やっぱね、 C がね、選手がレフリー、ハンド、ハンド、レフリー、レフリー、レフリー、高島シュート、大好き、足で止めましたね。あ、なんか柔道始めちゃってる、柔道、寝技を、寝技やめてください、試合中。さあ、時間ないですよ、はい、キャプテン、ストライカー、ストライカー、チャンス。さあ、ストライカーが詰めてるけど、微調整、ストライカー、いったいったいった、あずさ2号がそこをね、防いで、いけ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 、おーっと、激しいプレー、激しいプレー、いや、いい、いいですよ、いいですよ、時間があと30秒ですよ。さあ、これ、あー、今のはハンドスプリング、ハンドスプリングかもしましたけど、チャンスじゃないか、チャンスですよ。さあ、どちらが主導権握るか。さあストライカーに渡れば、惜しい、立ち、見事だ、立ち上がって、諦めたのか、諦めたのか。さあ、キーパーに渡った、キーパー前に蹴ろう、ね、ラスト10秒ですよ、10、最後、さあ、これ、さあ、チャンス、決めてる、まあ、これ、来ちゃってたのか、あー、終了。いやー、一進一退の攻防、これはでもいい試合だったじゃないですか。やっぱり0-0 というのは一番ね、はい、緊迫した試合で起こりますから、盛り上がりましたね。伊藤さん、今の第2試合どうでしたか。いや、お互いに本当素早くて、はい、でやっぱ守備で見応えのある試合です、はい、そうですね、はい、お互いが1点もやらなかったというのは、やはり高い守備力が、はい、そうですね、お互い発揮されたということですね。神谷さん、今の試合どうでしたか。バンブーの良さはよく出た試合です。バンブーね、はい、先ほどはあのやっぱり 4点失点しましたけど、ね、今回0点ですからね、4失点からの守備をだいぶ修正してきましたね、はい、素晴らしい試合でした。で、ね、若い